ストックホルム私立図書館は、スウェーデンストックホルムにある図書館。設計は、グンナール・アスプルンド。1910年代から1930年に、かけての北欧新古典主義を代表する作品であり、続く時代の北欧モダニズム建築への架け橋となった作品である。建物内の広い中心部フロアは、吹き抜けの円柱型をしており、360度書下を見渡すことができる。 図書200万冊、その他も含めて440万点を所蔵している。図書館としての年間予算は約1億1000万スウェーデンクローナ。建設中の図書館公園と図書館建築家のグンナール・アスプルンドはストックホルム市から依頼されて公共図書館の建築設計協議を策定していたが、結果的にはアスプルンド自身が設計を行うこととなった。彼は外装や 内装以外にも、館内のインテリアデザインも手掛けた。また、この過程で、アスプルンドは、アメリカ合衆国を訪れ、アメリカ合衆国にある、最先端の公共図書館建築を見学している。当初の案は、エティエンヌ・ルイブーレイを想起させる、半球形のドームだったが、やがて高い円筒型に変更された。周入口の扉の取っ手は、リンゴを持ったアダムとイブの制動像である。 アスプルンドが手がけたリステール州裁判所でも脳型体の中に円形が収められた構造が用いられている。図書館と公園のイラストストックホルム市立図書館はオーデンガータン通りとスベアベーゲン通りの交差部にある公園の一角にあり、この公園の中央部にあるオブセルバトリー級の裾の L 字型の敷地が図書館に割り当てられた。この地区の賑わいの核となる公共施設として、 1920年から1928年にかけて図書館が建設され、1928年から1931年にかけて増築された。初期の計画案にあった玄関のオーダーが作られることはなかった。増築された閲覧室の窓、床スラブ、螺旋階段などは、すでに北欧モダニズムの表現となっている。丘の裾の傾斜地にあるため、 オーデンガータン通りから図書館入り口までは階段であり、スベアベーゲン通りから図書館入り口までは広いシャロとなっている。円筒形の中央閲覧室図書館の設計はストックホルム市から依頼されたものだが、アスプルンドは図書館がある公園の設計競技に応募して入選したため、1927年から1935年にかけて公園自体の計画も担当している。 外壁や入り口ホールなどの要所にレリーフが飾られている。入館した来訪者はまず玄関部分の広い階段を上り、一度狭く暗い空間を経てから明るい大空間の中央閲覧室に足を踏み入れる。北欧の図書館の慣例として自動図書室が併設されている。円筒型を囲む脳型大部分は当初は奥が開いたこの字型となっていたが、 1928年から1935年の増築で炉の字型となった。中央部には巨大な円筒形の中央閲覧室があり、その周囲の脳が叩い部分に諸施設が配置されている。建物内部の黒い壁面には古代エジプト文用のレリーフが施されている。吹き抜けの大空間は360度が初夏に囲まれている。 上部の窓からは自然光が差し込み天井から吊り下げられたペンダントライトからはオレンジ色の光が注いでいる乳白色の壁面には凹凸のあるテクスチャーが浮かび上がる知識の壁と呼ばれる書家は三層になっている中央のホールには貸し出しカウンターなどがある知識の壁がある円柱状のホール以外には静かに読書するスタディルームや自動図書室などが 脳タ,タイの空間にある。後に、フィンランドのアルバーアールトが設計した多くの図書館建築にも影響を与えている。利用者は専用の図書カードと書籍のバーコードを読み込むことで係員を通さずとも貸し出しが可能。組織としてのストックホルム私立図書館は40の建物で構成されており、うち一つがストックホルム私立図書館として知られる。 グンナール・アスプルンド設計の建物である。全館で約430人が働いている。ありがとうございます。